かき揚げは、小さく切った魚介類や野菜などを小麦粉を溶いた衣でまとめ、食用油で揚げた天ぷらの一種。かき、揚げそばかき揚げうどんかき揚げ丼他の天ぷらと同様に、天つゆや塩で味付けをして食べる。丼種として、丼飯の上に乗せたり、温かいそばやうどんに乗せたり、ざるそばに添えたりといった用途に用途に用いられることも多い。天ぷらのコース料理では、 最後の締めとして出される。これを天丼に仕立てたり、お茶漬けにしたりすることも一般的である。エビ、小柱、イカなどの魚介類を主とする場合と、玉ねぎや人参などの野菜を主とする場合がある。また両者を混ぜたかき揚げもあり、具材の組み合わせは様々であり、種類も多い。揚げ油は白香油、白こ油サラダ油、ごま油など、小エビのかき揚げが、 定番の一つで芝エビが多く利用される。古事のかき揚げも定番で、こちらは青ヤギの貝柱を材料とする。これらはいずれも東京の特産物が具材に使われた江戸前の天ぷらである。エビや貝柱など魚介類に蜜葉を加えたかき揚げは飲食店等で提供されている。野菜のかき揚げには人参やごぼう、ネギや玉ねぎ、春菊や 紅生姜などが用いられる。関東地方の立ち食いそばうどん店においては、玉ねぎを主体としたかき揚げを乗せたものを、天ぷらそばと呼ぶのが通例である。地方独自のかき揚げも多く、桜エビやシラス、ラウをまとめて揚げることもある。九州南部では、さつまいもを主体としたかき揚げに似たガネと呼ばれる郷土料理がある。名前は、 かき混ぜてあげることに由来するというのが業界での認識である。同一の説明を別の料理人がしていたという逸話を池田やサブロも記述している。形を整えたかき揚げを効率的に多数作るためのかき揚げリングというかき揚げに特化した調理器具が業務用に市販されている。家庭用には細切りした素材の衣付けに玉じゃ等を使うこともある。森田万幸には そば屋の天ぷらは芝エビだったと書かれている。蕎麦の研究家によれば、天ぷら蕎麦が考案されたのは、文政年間頃で、使用されたのは芝エビのかき揚げだった。明治維新後、天ぷら屋、転勤常連客の徳川義信は、鍋島皿に大きなかき揚げを乗せて食べていたという。冷凍保存が可能で、業務用の冷凍食品も流通している。ありがとうございます。